あ、はい。あ、聞こえる聞こえる。いいですかね。あ、はい。じゃあもういいですか。あ、じゃあ3、2、1で。ちげ。じゃあ3、2、1、スタートで。イースオリジンを走らせていただく春巻と申します。よろしくお願いします。ちょっと何も話すこと考えてないんですけど、ちょっと自分昨日から本当30時間ぐらい起きっぱなしだから、かなりちょっとグロッキーで何もちょっと頭働いてないんで、ちょっと申し訳ないです。そうですね、なんかストーリーとかまだなんかちょっと開始2分くらいモノローグというかイベントがあるんで、一応僕が解説やる予定なんですけれども、正直僕詳しいことがちょっとよくわかんないんで結構ちょっとまあ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 ちょっと僕マジで喋れないんで本気でちょっと何も考えてなかったんでマジで申し訳ないんですけど、まあちょっとなんかそういう時はこの解説のラビさんがなんか適当に雑談かなんかでつないでくれると期待してますので、ちょっとよろしくお願いします。わかりました、はい。ちょっとなんかストーリーなんですけど、なんか今この映ってるこの女の子ユニカちゃんたちがなんか崇めてるその女神様2人がなんかちょっと突如失踪したみたいな感じで、それを探しに敵の本拠地であるこのあれですね、あのダームの塔にを攻略していくという感じです。でこのゲーム発売が2006だったかなに パソコンで発売されたんですけど、なんか去年の17年2月ぐらいに確か PS4 になぜか突然移植されて、で PS4 版はなんか、PC 版のまんまベタ移植なんですけど、そのイベントの早送りっていう機能が追加されたんで、まあ、こういうイベントはどんどん早送りしていきます。これチュートリアルですね。まあなんか何もないんで普通に倒します。まだちょっとアクションも少なくて特にそんな変わった戦法とかもないんで、まあ適当にまとめつつ、正直この辺はなんか説明するのは何もないですよね。そうですね、このゲームはなんか進むごとにアクションが増えていく感じなので、序盤はなんか本当今やってた通常攻撃ぐらいしかないんで、本当解説することがまだあんまりって感じで、解説のラビさんねまだねほとんど喋ってないんでね、大きくしてほしいっていうねあれじゃないんですよ。ああどう聞こえる？なんか近いの声がようやく操作開始ですね。そうだというか、まあ自由になったわけですが、あれマイク入ってないのかな本当に。そうなの？わかんない。あ、聞こえるって。でなんかこの先こういうなんか赤色になってる敵が現れよく出てくるんですが、こういうのはなんかこの何かを守ってるというか、この結界で何かをロックしている敵なので、この赤敵を殲滅するとこの
結界のロックが解除されるんですが、でこの敵と戦うときにわざと3発以上被弾して、ブーストというのがあって、ちょっと追って説明しますけど、HP が減るとあのブーストのゲージが溜まりやすくなるんで、言います。あ、はい、はい。なんであのわざと食らってあのすぐゲージ使えるようにしてますね。で今スキルを入手しました。旋風のスキルですね。この旋風のスキルが回転攻撃をして周囲にダメージを与えるのと、あと対空時間を高めるみたいな。まあ要は移動系スキルみたいな感じですね。ちょっとなんかどっかで見たののちょっとパクリなんですけど、スマブラのゼル、あのリンクの上 B ですかね。これなんか感じとしては。シャーってやつ。はいはい、そうです。で、ああまあいいか。こいつを倒してレベル2にします。まあ、このゲームというか、 なんかイースシリーズのお決まりなんですけど、なんか1レベルの差が本当にでかくて、ちょっと途中でなんかこれを稼ぎすぎじゃないかみたいなところが多々入りますけど、ちょっと本当にそのレベル差が結構ものを言うんで、稼いだ方が早いっていう場面がかなりあるんですよね。この特殊攻撃はその相手のディフェンスを下げる効果があります。補足すると、特殊攻撃あの、まあ、イースあの 6と、フェルガナオリジン共通するんですけど、ダッシュ切りになりますね。ダッシュ切りの操作はちょっと難しいんですけども、十字、まあ、方向キーですね、方向キーをチョンと押してから、まあ、攻撃すると出る、まあ、特殊な攻撃になってます。で今手に入れたエメラルドは、その旋風のスキルに対応したそのスキルを強化する宝石で、今これでスキルがチャージできるようになったのと、あとこの体力ゲージの下にあるこの MP の回復速度が速くなりました。あれさっきイベントが早送りできるって言ったんですけど、基本的になんかそのこのキャラクターのこのテキストが表示されないと早送りができない仕様みたいで、それまでは待つことになりますね。じゃあさっき、あ、そうだ、女神像、このなんか石像があるんですけど、これは浄化することでテレポートが可能になります。普段はでここボスがいるんですが、マップに入った瞬間に旋風を連打することでボスの判定の床を飛び越えてスキップすることができます。そうですね。でまた一番最初に来た道を戻って、でさっき、まあ、ちょっと覚えてないと思いますけどかもしれませんが、なんか分かれ道があって、その上側に本当は鍵がかかった扉があったんですが、そこに今入手した聖堂の鍵を使います。ここはスイッチを押す必要ないです。ここで入手したマスクオブアイズを使って、でマスクオブアイズ装備しっぱなしだと無駄な会話が発生してしまうので、この部屋に入る前に装備を解除します。でこいつリコ君ですね、なんか怪我してるみたいなんで装備だけもらってもあとは放置です。で今もらったブルーネックレスが、さっきこの吸い込まれてしまったこの罠の部屋でこの呪いがかからなくなります。テキスト表示待ちなのでここら辺はまだ当倍ですね。
まだ聞こえないの？どういうこと？ん？あ、聞こえてるみたいで。今もう聞こえてるんですかね、うん、音量調節してくれたみたいで。あ、なんか今のはなんか味方ですけど、なんかスキップしちゃって見てなかった。自分もなんかストーリーあんま覚えてないんですけどちょっと待って、なんか外しまくり。ここで HP77 まで上げます。でこいつらを倒して HP が88になるまでですね。あとは2レベル上げます。さっきからこのドロップしてるなんかこのポーションみたいなのは各色ごとに効果があって、赤色が攻撃力が最大5上昇で、青が防御力が最大3上昇で、黄色が MP の回復速度が最大3倍上昇ですね。でついでに、なんだ、紫色のやつが、経験値のレートになってまして、最大 1.99 まで上がってます。これ切れるとすごい、まあ、ロスにつながったりするんで、なるべく切らさないように。そうですね、基本維持しながら進む感じで、はい。で旋風プラスジャンプは通常歩くより速いので、基本 MP が余ってる場合は使います。ここでブースト中はゲージが半分になるんで、あ、抜けられるか、落ち着いて。ああ、マジでああすいません、ちょっとここはなんか今日調子悪いな。すいません、ちょっとここはボタン押しに戻ります。あそこはなんかちょっと具体的なフレーム数とかわからないけど、かなりシビアで、まあなんか記録狙ってる時はまあここリセゲーなんですけど、まあ基本なんかここは結構自分の得意な方で、あんまりリセすることもほとんどなかったんですが、なんか今日はちょっと申し訳ない。まあね、そういう日もありますからね。はい。まあ、おとといぐらいでね、ちょっとね、本当、いい記録出しすぎちゃったっていうのもあるんで、まあ、それはちょっと置いといて、本番ちょっとね、頑張ってもらいましょう。あいつはついてくるかな。そうですね、なんか自分、おととい、なんか、神がかった記録を出してしまって、ちょっとなんか、月が逃げてるんですけど。ここも赤敵を倒してこの結界のを解除する感じですね。でボス戦なんですけど、まあこのボスに関しては特になんか何も言うことがなくて、ただ普通に殴るだけみたいな感じです。なんかこの下の口を殴ると気絶するんですが、まあ特にこのボスに関してはまだその細かいテクとかはなくて、ただ単純に本当ご利用する感じですね今みたいになんか移動中に、あ、なんか跳ねられるので、それされないように注意って感じですかね。であとこのなんか周りに湧いてるこのちっちゃい虫がなんか緑色の滑る液体をばらまき始めるんで、まあ、それを踏んで足を取られないように注意することですかね。トールでやると早すぎて、すごい後ろ滑っていっちゃったりしてね、ロスになったりするんでね。そうですね、他のなんかプレイヤブルキャラクターになんかそのトール君っていうのがいるんですけど、そいつのスキルだとなんかものすごいカットんじゃうみたいな時があって、あ、この滑る液体を踏んじゃうと。まあ本当こいつは何もないですね。あ、なんか今みたいになこのゲームの
こういうなんかボスって今みたいな、なんて言ったらいいんだろう、そのターン制で一ターンに一定ダメージしか与えられないみたいな、めんどくさいボスばかりなので、ちょっとそこはオリジンそういう敵多いですよね、なんかターン制な感じの。そうですね、というかまあこのフロアボスが基本そうですかね。そうですね、基本、あ、まあそうですかね。コンセクラードとかあいつも単性ですもんね。でここは旋風連打ですり抜けられます。で銀のブレスレット導入手しました。これでダッシュができるようになります。ダッシュはまあその名の通りでこの通常移動が速くなる感じですね。まあこの辺なんか道中倒しながら進んでいきます。次のボスはある程度勝って勝ってある程度レベル上げた方が早くなるので、結果的に。あ、やべ。ここをスキップできるんですが、今ちょっと MP が足りませんでしたね。HP が117まで上げます。あと1レベルですね。ちょっと黄色が少ないですね。この飛躍も。あ、出ましたね、ちょうど。今ちょうど出ましたね、1個。このイースオリジンの難易度イージーはこのドロップの飛躍の効果がボス戦まで引き継がれるんで、そのボス直前にザコがどれだけこの飛躍をドロップしてくれるかで、このボスのタイムがかなり変わってきちゃうっていう。この赤と黄色、出ましたね、出ました出ました。こいつが赤と黄色落としてくれるのが最高ですが、今落としてくれましたね。運がいいです。めちゃくちゃ運がいいですね。で中ボスのエポナーですが、まあこいつはまあ普通にもうゴリ押しです。今赤の飛躍を落としてくれたので攻撃力が非常に高くなっているので、もうゴリ押しでいいです。こうできるだけステージ端に追い詰めてこのシールドを展開させ続けたいんですが、ちょっと今回なかなかハマってくれませんでしたね。あ、そうだ、まだ解説しなかったけど、このゲームって、キャラクターをこの右の壁にこすりつけるようにして走ると、なんかそのキャラクターの速度とあとジャンプ力が上昇するっていうバグがあるんですけど、それをもうあらゆる場面で使うので、本当常にそのキャラクターの右の片側をその壁にすりつけるように走るようにしてます。まあなんかイベントですけど、まあなんか味方が集合したみたいな感じですね。特にその重要なことはないです。でここでこのちょっと前にブルーネックレスをもらったこのリコ君に武器を強化してもらいます。でこの武器強化は後でもたびたび使うのでよく訪れますね、このために。でさっきのこのエポナ戦の前に戻って、今度さっきスルーした右側へ行きます。
ここら辺の雑魚はもう無視ですね。特に狩る必要ないです。で、この水流の鱗をこのメニュー画面で選択しないと効果が発動しないので、ちゃんと選択してから水に潜ります。これしてないと溺れ死んでしまうので。で、この像はテレポートするので浄化します。で、あとは MP 回復のためにね、ちょいちょい触ったりもしますね。そうですね、特にテレポートに使わないのに像を浄化しているときはなんか MP 回復しているときですね、基本。まあ、MP か HP どちらかが、あ、落ちましたね。まあ、こいつらがあんまり落ちてほしくないんですけど、まあ、落ちたら落ちたでこう端にはめて植え付きをすれば、ちょっと今あんま決まらなかったけど、まあ、レーンヒットするので、まあ、行ったり来たりされるのが今のは一番めんどくさいパターンですかね。今のちょっと微妙でしたけど、ここもなるべく壁加速するようにしていきますが、なかなか一応入ってますね。てか、あの壁加速をすると降りるスピードも上がるんで、なるべくここは使っていきたいところですね。そうですね、本当壁加速は全てが速くなるので、まあ、基本使える場所では全て使うべき感じですかね。ちょっと今は大丈夫でしたが、このゲームなぜか決定がジャンプボタンなんで、ちょなんかたまに宝箱の前でぴょんぴょんしたりすることがあるかもしれないですけど、それは宝箱のが開けてくれなくて、そのジャンプしちゃってる感じですね。PC 版、そのオリジナルの PC 版とかはちゃんと決定が攻撃ボタンだったんですけど、なぜか PS4 版はジャンプボタンになっちゃってて、で、新しいスキル、混合のスキルですね。まあ、ちょっとこれはこれからお見せします。で、今テレポートのためにクリスタル使ったので、ここでもう一度水流の鱗を装備します。混合のスキルはこんな感じで、そのキャラクターのちょっと前側にその垂直にダメージを与える衝撃波を出すみたいなスキルで、スキル使ってる瞬間、あとガード判定が出ます。ただガードするとただ MP を消費してしまうため、そこまでガードをあまりしたくはないですね。このスキルなんですが、このさっきエメラルド、さっき序盤にエメラルドを取った旋風のスキルは混合のスキルよりもレベルが高いので、この MP の回復速度が速いんですね。だから混合を使っても即旋風に戻すようにしてます。で、ここで3レベルかな上げてからボス戦に行きます。なかなか飛躍が拾える場所に落ちてこないですね。で、ここの右下にルーって、あ、そのなんか、まあ、聖獣ですね。そうですね、なんかさっき宝箱からロダの実っていうのを拾ったんですけど、それを渡すとそのなんか何かしらのアイテムをくれるキャラクターがいて、今そのマップの下にそいつがいたんですが、でそいつは混合のスキルの宝石のトパーズをくれるんですけど、ここではまだ不要なので
今スキップします。まあこいつはこいつらはまあゴリ押しですね。一応赤出ましたね。そうですね、まあここの赤はあそっかそこまで意味がないんですけど。そうですね、最初はあんまり攻撃できないからな。ゲームは大丈夫なの？俺もうちょっと声張らなかんね。正直ね眠いんですごめんなさい自分もかなりなんですけど。で2番目のボスのニグティルガーですね。こいつはこいつは一応パターンゲーではあるけどすごい難しいっていう感じですよね。この柱の周りをくるくるしてるときはこの混合以外は届かないので、ね、混合である程度削ってからで MP がなくなったので今度は旋風に切り替えて回復を待ちます。で降りてきたらこの胴体をまずこの胴体の爪なんですけどこの破壊が2段階あってこのまず1段目を順番に破壊していきます。でこっからですねこっから綺麗に組まると、落ちたか。あー落ちちゃったね。落ちてしまうとこのようになんかこの無敵の大回転状態になってしまうのでこの状態だとダメージが与えられずエルさんちょっと頭の位置が悪いですね。あやべしまくなった。こうなっちゃうとちょっと攻撃できずにただの遅延行動だからね。ただただロスになるだけなんですけど、そう こうやって下に来てくれれば攻撃できるのでとどめが刺せるんですが、まあな感じ。この間3回転以上回ってましたからねそうですね、本当こいつは運が悪いと ずっと回り続けられちゃうんで、まあ、今のはまあ普通って感じですかね。別に悪くはないけどいい時は本当に最初の1回目で下に来てくれてその場でとどめをさせるんですが、ここもテレポートします。稼ぎはしないですがまだこいつらをとりあえず倒すだけ倒しておきます。で味方のミュシャちゃんがなんか襲われているので助けてあげます。あこいつら赤敵ですが、あこれ赤敵はなんか結界のなんかその鍵になってるんじゃなくてこういうイベントでも結構ありますね。でイベントですがこれなんだっけ、そうこいつが他のプレイアブルキャラクターのあーなんですが、そう自分は今の人の RT をメインでやっていて、まあ、彼が一番なんかそのアクションとして面白いというか、あとまあ単純にそのバグ技が大量にあってゲームがぶっ壊れまくってて面白いんですけど、で今ミュシャちゃんからもらった鍵をここにはめて右側の道を開きます。でこの2匹を倒してレベルアップですね。まあ残りは無視して先へ進んでいって、でこいつらですが、この3体飛び回る敵がいるんですがどれぐらい集まってくれるかちょっと運なんですけど、まあ今回はそこそこいいですね。最後2体がしっかり同じ場所にいたんで、こ
この人が、探してる女神の一人フィーナーですね。で今予約あったんですが、この敵が出てきて、そこでまた中ボスなんですけど、ちょっと何も喋れない、まあ、こいつは負けイベなんで、負けイベなんで、まあ、サクッとやられて、さっさと終わらせましょう。旋風発動中はひるまないので、スキルを温存しておいて旋風を連打して一気に自殺する感じです。今の他の行動だ とひるんでしまう、そのノックダウンかの、はい、してしまって、そのなんか連続でダメージが入らないんですけど、旋風しおちはひるまないので、ああやって連続でダメージをわざともらって速攻で負ける感じですね。この辺りからちょっと長いイベントが入っちゃうんですけど、まあ、休憩ですね。その今の感じですね。その決定しようとしてジャンプしちゃうっていう。確かこの決定の仕様なんですけど、なんか元々はなんかこの PS4 がリリースされた当初は確かそのちゃんと攻撃が決定だったはずなんですけど、その海外仕様で確か罰が攻撃になってたのかな。それをなんかその日本とか JRPG のファンのユーザーがなんかやめろみたいなことを言って、それをなんか変えたのがそのままになっ、あ、それをなんか変えたんですけど、なんだっけな、そのただその罰と丸を入れ替えただけみたいな感じで、そのあ、なんかちょっと説明ベタで申し訳ないけど、その決定と、あ、その決定のその判定だけは残っちゃったみたいな、その罰が本当に単純に入れ替えただけだよね。そうですね、なんかその攻撃とジャンプをただ入れ替えただけで、その決定とキャンセルは入れ替えなかったから、そのジャンプがキャンセルになっ、あ、決定になってしまったみたいな。で結果的にピョンピョンしちゃうっていうね。これが第3のスキルのグレンですね。超広範囲 のスキルなんで、もうこれがメインですよね、レベル上げっていうか敵狩るのは。そうですね、これ効果力広範囲なんで。でグレンは今みたいに食台に火を灯すことができるので、こうやってギミックを解除するのにも使えます。でここは3つ食台があるんですけど、今灯した1つだけで十分です。ちょっと MP 回復を待って。あ、いいですね。なんか変な音楽が鳴ってますけど、これはなんかそのこの後出てくる場所のギミックを解除するのに使うんですが、ユニカ編では関係ありません。他のキャラクター、あ、このゲームはなんか操作できるキャラクターが3人いるんですが、他のキャラクターでこの先にあるその罠を解除するときに使うギミックがあって、その BGM がこっちにも流れてるだけなんで。ここですね、
まあ、イース1でおなじみの悪魔の回廊なんですが、まあ、ひとまずここは突っ切ります。まあ、1はハンマーでね、まあ、パイプ壊して進めるとこなんですけれど、そうですね、他の今言ったその他の操作キャラではそのそれと同じその解決方法をするのもあるんですが、ユニカちゃんの場合は今ルー君に教えてもらったこのなんて言ったらいいでしょう、この聖なる音色でこの音色をかき消すというか、なんだっけもういいや、ちょっとちょっと申し訳ない、本気で頭が、なんかなかなかまとまってくれないですね。なんか飛躍が、この、何体だっけ、7体ぐらいのを倒してここの壁を解除します。でこのクレリア校なんですが、これを持って、拠点にいるリコ君に話しかけると武器を強化することができます。まあ、大体これ一つでレベル2から3ぐらいの強化ができますね。そうですね、これはちょっとこれ忘れるとね、もうちょっと大変なことになっちゃうんでね、はい、忘れない。今までにちょっと3敗ぐらいしてるんですけどまあ、ここはなんか一旦戻るっていうのが分かりやすいからいいんですけど、ちょっと後々めんどくさい場面がありまして、そこをちょっと忘れがちで、で今のはちょっとブーストゲージを回復させました。でここで、ブーストを使って、あ、ショートか、あ、できましたね。まあここはなんか普通に旋風を連打するだけなんでそこまででもないんですが、まあ、基本ブーストがあれば移動がとにかく速くなるので、さっき割った壺はあのブースト回復のアイテムが確定で入っているので、まあ、そういう壺はいくつかあるんですが、まあ、基本ブーストがあると本当移動が速くなるし戦闘も楽になるので、まあ、どんどん使っていきたいですね。でこっからレベル上げになります。レベリングですね。この次のボスが非常に厄介な相手でして、ちょっとここでいくつだ、レベル5ぐらい上げるんですけど、6かな、HP186 までだから、なるべくこの一発目でこの下のやつを倒したいんですが、さっきからあんまり決まってないですね。微妙に角度がシビアなんで、いいですね今みたいな感じで。あ、この赤いやつは経験値非常に多いですけど、灰色は正直あんまり美味しくないんで、まあ、変な位置に飛んでっちゃったらもう無視していいです。赤はあれ残ってたら倒す。
あと1レベルですね。でここも赤色の飛躍のドロップがかなりタイムに絡んでくるんですけど、今回微妙ですね。まだこれだけやってまだプラス2しかないので、いい時はプラスちゃんと5までいってくれるんですが、あと下のを倒せばレベルアップですね。あ、いっぱいなんか出たけど拾える位置じゃなかったね。そう、いい位置に落ちてくれないと意味がないんですよね。さてこっからまたあの例の扉抜けがあるんですが、まあ、でもここはまあブーストゲージすぐ回復できるんで、あ、ブーストゲージじゃないか、普通のゲージか。あ、うまいですね。いいですね。2発で抜けるのは運がいいです。まあ、運というかここはちょっとなんか非常にシビアなんで、ちょっと正直自分もよく分かってないんですけど、運が絡むのかすらよく分かってないほどシビアで、でゲラルティ、まあ、こいつはあの無敵攻撃の混合を使ってあのガンガンゴリ押しする感じの戦法になりますね。この殴ってくる腕をの両腕を落とすと噛みつきを行ってくるので、そこでその額にある本体とでも言うんですかねにダメージを与える感じです。でこのゲラルディは噛みついてくるときなんですが、バグなのか、なんかこのステージのこの最も内側にいるとなぜか宙高く飛んでしまうっていう、なんかめり込んで上に持ち上げられるような感じですよね。そうですね、なんかそういうのがあるんでちょっと離れて攻撃するようにしています。でこれでこのステージはクリアですね。ゲラルディは特にミスなかったので、まあ、ちょっと腕を落とすのが本当はあの通常攻撃連打よりも特殊攻撃を入れた方が早いんですが、ちょっとそこが微妙でしたね。まあ、ミス自体はなかったのでいいでしょう。でこのステージなんですけど、このゲームここからが本番というか、そうですね、本当にここからやることが多いんでね。ここからが、あ、違う、このマスクオブアイズで見えない橋を出して、エビルリング、今はこれは特に何も効果ないです。後で使います。でここなんですが、まあ、こうやって普通の壁加速とそうですね、で通常ルートから逆走して進んで鍵なしでこの部屋に入ります。で、なんか決まらない、こいつ通称ボンバーマンって言われてるんですけど、もうこの難易度だとここかなり苦戦しますよね。あ、やばちょっとマジでちょっとこの敵は本気で、すいません、ちょっと今のは油断したんですけど、今あのノックバックしなかったね。そうですね、なんか多段ヒットしちゃった。多段ヒットして本当、単発の威力が高い上にかなり連続でヒットするんで、本気でイージーですらこの危険度なんですけど、本当高難易度だとかなり凶悪なやつらで、
まあ采配ちょっとあそこまで行くのにはそこまで時間かからないからいいんですけど、うん、特殊攻撃は決まらないですね。特殊攻撃をしているときはなんか全ての攻撃にそのディフェンスを下げるな属性がつくとでも言いましょうか。なんかそれなんかこうやってスキルを打ってる最中に特殊攻撃を打つとこのちょっと解説できずに倒しちゃったけど、その広範囲の敵にそのディフェンスを下げるデバフの効果を与えることができるっていうバグですかね、これも。でここなぜかメッセージがスキップできないんで、で右に行きます。今度はまあ、この辺はちょっとブースト使ってもいいんですけど、まあ、ちょっとこの先でブーストが必須になるので念のため温存しておきます。ユニカは、さっきなんか戦闘が楽になると思いましたけど、ユニカはあのブーストしても攻撃力は単純な攻撃力は上がらないので、正直戦闘にはそこまで使わないんですよね。ブーストって被ダメージが半減するっていう効果はありますが、正直戦闘に難易度イージーだと特に戦闘に使うぐらいだったら移動に使った方がブーストは効果的ですね。他のキャラクターだとブーストすると攻撃力も上がるので戦闘でも主に使うんですけど、今もらった銀の鈴ですが、これは、この先不死身の敵が何種類か出てくるんですが、そいつらが倒せるようにその装備してる間だけ倒せるようになるアイテムですね。そうこのなんかよくわからない骨みたいなやつが不死身の敵なんですけど、銀の鈴を装備しないまま倒すと倒した扱いにならず、その一定時間気絶した後また蘇ってしまうので、ここは HP 次のレベルの経験、この見えますかね、その経験値バーが実はあって、その体力の上に細いんですが経験値バーがあるんですけど、それが武器のところまで行くようにします。スマホだと見えんな。ああちょっときついなマジで。あ戻っちゃった。今やった技が三段ジャンプで、この先この技を多用するんですけど、これがちょっと非常に難しくて、正直このゲームはなんかどれだけこれでタイムロスをなくできるかみたいなところがあって。でここでまた3段段ジャンプで、あいいですね、2発ならまあ自分の自己ベアこの3段ジャンプがもうほとんどミスがなかったのでとてつもなく早いんですけど、本当にこのゲームなんか難易度イージーはあまり詰めるところがなくて、とにかくこの3段ジャンプをどれだけミスなくできるかがにかかってて、だからこのステージからが本番なんですよね。この2段ジャンプが手に入るこのステージからがこの RTA の本番みたいなところがあって、どうやらなんか怪しい建物があるみたいなんですが、なぜか味方が行かないのになぜか主人公一人で行くことになってしまいます。
でここなんですけど、ボス戦でブーストも MP もかなり消費するので、今の移動にはその2つとも使わないようにしてます。人気曲テンションのリメイクはオリジンだとここでしか聴けないんですが、押され入れアレンジだからね。ゲームで入って聞こえてるよね。なんかモニターからだと全然聞こえないんだけど。いいですね、今回は運がいい。出現位置が割と真ん中の方なんで結構ダメージ与えれましたね。端っこの方行っちゃうと、たまに負けちゃうこともあるから。そうですね、このボスはちょっと運が悪いと平気で負けてしまうので、まあ、今回良かったですね。そう、基本的にさっき の, あのバックダウン、あのボンバーマンのあたりもそうですが、スキルでゴリ押ししてる間ノックバックしなくなるので、連続で多段ヒットして一気に被弾して死んでしまうことがあるので、そのあたり本当注意しなくちゃいけないところなんですが、で今はちょっとあんまりお見せしなかったんですけど、あのボスは本当に運が悪いと なんかその避けられないぐらいの弾幕を張ってくるんで、本当運が悪いとうかつに攻撃できなくなってしまったりして厄介な相手ではあるんですが、ちょっとストーリー飛ばしすぎてどう説明したらいいかわからないですが、この戻ったところに赤敵がいるのでまたそいつら倒します。エビリブリングの解放でしたっけ。そうですね、こいつらです。奥のが来ない。うん、吹っ飛んじゃったな。まあ今みたいな長い一直線のところは本当に壁加速するしないで数秒単位で変わってきてしまうんですが、今正直微妙でしたね、あんまり聞いてなかった。そう、今みたいな場所もなぜ外周を走ってるのかっていうと、その壁加速を効かせるためですね。でさっきの、負けイベントの時に出てきたフィーナがここに囚われています。ちょっとここもまた長いイベントなんですけど、自分は、PC 版の RTA をもともとメインでやってたんですけど、なんか最初に説明したように PC 版にはこのイベントの早送り機能がないため、本気でこういうところはめんどくさかったんですよね。こことか確か早送りしなかったら3分以上かかってたと思うんで。あ、今たまたまコメント見たから言いますけど、ワールドレコード、まあ、僕の自己ベーがワールドレコードで、1時間29分3秒ですかね。まだスピードランコムに申請してないんですけど、さっきやってたあの三段ジャンプが恐ろしいほど綺麗に決まり続けたんでかなり早かったんですけど、本当三段ジャンプでかなりタイムロスが生まれてしまうので、かといって三段ジャンプを省く
しないルートだとそれはそれで結構なロスなので、かなりハイリスクハイリターンなんで、まあやりがいはあるっちゃありますけど。まあ、この辺は無視ですね。特に稼ぐ必要なし。この辺も将来的には、ね、ルートあの変えてね、最速ルートで行きたいですよね。そうですね、ちょっと今完璧に無視しましたけど、本当はかなり超絶難しいルートが右側にあって、それをやると10秒20秒ぐらいまた縮まるんですけど、それはさすがにちょっと難易度が高すぎるので自分は採用してないですね。その今回に限った話じゃなくて、普通に走るときでもそれはさすがにやってないです。ここにちょうどのね、登れるとこがあって、そこから行くとすごい速いっていう。さあ、あの壁加速しながら三段ジャンプ入れて登らないといけないんで、かなり難しいですよね。そうですね、三段ジャンプがもともと2フレームプラス同時押しの技なんで、ちょっとどっちかがなんか狂っちゃって本当に難しい技なんですけど、特にそのなんか多分ですけど、ちょっと同時押しの部分が結構シビアでなかなか決まってくれないんですが、硬いですね。あんまり赤色の飛躍が取れてなかった。でここでまた三段ジャンプで扉を越えることができるんですが、まずは、はい、まずは武器強化の方へ行ってね、忘れないうちにね。ああ違う。ここは一番よく忘れるポイントだよね。そうですね、ちょっと今自分忘れてたんですけどいやそう思ってちょっと一応ね付け加えさせてもらいました。でここが、最難所なんですけど、まずこの象のてっぺんに登ってから三段ジャンプでこれを超えるんですが、ちょっと足りなかったね。ちょっと申し訳ない、ここはかなり自分も不安定で、ここで本当決まらないな。壁加速が多分入ってないんで、この食台みたいなところで若干加速させないといけないんですが、マジでもうちょいだな。これですね。あ、いいですね。でこいつは、三段ジャンプでボスの出現の判定のイベントというかをスキップ飛び越えてスキップします。あ、今のところ本当はボスがいたんですが、判定を飛び越えてスキップしました。まあ、ここは別に浄化する必要ないです。ちょっとこうあんまり被弾すると危険なんで、結構このステージから被ダメージが増えてくるので、いいですね、回復がアイテムがよくドロップしてくれて助かりました。ジャンプは足りない。
ここら辺は、敵がかなり柔らかいのにかなり多くの経験値を持っているため、稼ぎながら進みます。この先にかなりの強敵がいるため稼がないとかなり、その敵にちょっと与えるダメージが少なすぎるので、このままいくと、多くのやつが来てくれませんね。赤色飛躍がまだプラス1しかない。黄色は十分に出てるんですけどね。そうですね、ここ黄色が多ければここ経験値レートが維持できるので、このレベルでここに突入します。ここにいる赤敵が非常に厄介で、正直さっき自分がやられてしまったあのボンバーマンのあたりよりもかなり危険なんで、この雷のホーミングがすごい厄介で、でダメージもきついんで、油断すると本当にね、そう、こいつらは強い上に硬い上に数も多いっていうちょっと最悪な場所なので、本気で気をつけないと。でしかもまだこの先に危険な場面がいくつかあるんで、ちょっとできるだけ被弾も抑えたいんですが、今もう一発被弾しましたね。ブースト中だったのでダメージは半減ですけど、なんかちょっと奥に行ってくれませんね。できるだけここは右奥に行かないと、左の段差に落ちてしまうとこのスキルが当たらなくなってしまうので、もう倒せるでしょう。完全に落ちてくれたらそれはそれでいいんですけどね。そうですね、今の敵たちを何らかの手段でこの奈落に落とすと倒した判定になるんで、落ちてくれればいいんですけど、基本ないんで、その、どっか引っかかっちゃってね、時間かかるだけですからね、はい、今手に入れた鍵はここの鍵です。でここでまたさっきのドアを飛び越えたあれに勝るとも劣らない難易度の技があるんですが、もう文字通りワンチャンスなんで、もうちょい行け、もうやめた方がいいですね、やめた方がいい。こいつらかなり今一発の被弾これ61なんで、ぴったり4発でやられるんですけど、こいつらがいる中で、ここを3段ジャンプでこの、落ちてくれませんね。この赤い沼は敵もダメージ食らうんで、ガンガン入れさせてダメージ削っていくとちょっとだけ速くなりますね。で今試した3段ジャンプで本当はここにも届いたんですが、ちょっと今さすがに危険だったのでちょっとやめました。今回は体力がかなりの残っていたので、もうちょい粘ってもよかったですが、結構さっき戦ったアンコウみたいな赤敵と戦うとき基本 1,2 発被弾しててかなり体力が少ない状態で
あそこに入ることになってしまうので、あそこが決められれば本当にかなり短縮ですね。決まらんな。あれ、ちょっと申し訳ない、下ってる。え、ちょっと待って、ガバガバすぎ。マジで、え、ちょっとやばくない。ここも越えられるんですけど、ちょっと今のは下りすぎですね。ちょっと恥ずかしい、今のはひどすぎる。拍手もらっちゃいましたね。いや、今のはちょっと本当に全然難しくないんで、ちょっとかなり厳しい。自己ベの時は今のも一発で、本当このゲームがどれだけ三段ジャンプに依存してるかが分かるんですけど、でまずはラドの塔に行きます。なんだっけこれ、ちょ、なんかイベント覚えてないんですけど、ストーリーを飛ばしすぎてあんまり覚えてないんですが、なんか今のは確かさっきイベントでなんか石化されてしまった仲間をどうしたらいいか、なんか助言をもらいに行った感じですかね。で今の助言をもらうことでここでアイテムがもらえるんですが、まあ、まずはさっき手に入れたクレリア鋼で武器を強化します。ちょっとこの決定がジャンプなんで、本当にこのミスると、まあロスっていうのもあるんですけど、単純に間抜けなんですよね。で武器を強化してアイテムももらったので、ようやく先に進めます。まあしばらくは特に道中の敵も狩らずに無視して進むだけですね。ここも落ちるとさっきのステージに戻されてしまうので注意ですね。まあユニカーで落ちることはあんまりないんですが、で今初めて防具を取りましたが、さすがにそろそろもらうダメージが高くなりすぎたので、ちょっと安定を取ってこれは取ります。今いた2人はどちらも操作別のプレイヤブルキャラクターで、なんて言ったんだろう、こっちがなんかその遠距離型で、初心者向けとゲームは言ってますけど、正直彼が一番むずいんですよね。今2番目に話しかけたあの金髪の方がかなり難しくて、あんまりちょっとアクションが少ないんですよね。あんまりそのなんて言ったんだろう、そのゲームとしてなんか単調というか
ただ連打してそうですね、本当ただ連打するだけのゲームというかあんまこういうこと言いたくないけど、あちょっとなんか結構 RTA とかも単調になりがちで、あんまり他の2つのキャラクターがやってるそのスキップとか技もあんまり使えない感じで、うん、倒せんな。まあ、ここら辺である程度レベル上げてからボスの部屋に進むんですが、こいつらがぴょんぴょん跳ね回ってちょっと非常に鬱陶しいんですが、まあ、もう目標レベルに達したので最後の一体は無視です。ここは壁加速させるために通路の外側を走った方が早いです。微妙に。ちなみにあの壁加速が条件がありまして、あの反時計回りじゃないと効果がないんで、ああやってまあ、左向きの時は遠回りになります。なんか彼が来てくれませんね。ちょっとなんか赤的な集まりが悪かったんで微妙でしたが、ここでこの像をブックマークしておいてです、ストーリーを進行させに戻ります。ここで今まで集めたアイテムを使って、先ほど石化させられてしまった仲間を助けるためのアイテムが手に入るので、これでさっきの場所へもう一度行くんですが、さっき石化させられた場所にもう一度行くんでさっき手こずっちゃったあのスキップをもう一度しないといけないんですけど、ちょっと今度は決めたいですね。あれはさすがに手こずりすぎだったんで、なんだ、ちょっとマジで微妙まあ正直あそこは本当に簡単なんで、邪魔するものがいないんで、あ、まあ、一応いますけど、あれはかなり避けるのが簡単なんで、あそこは多分一番簡単な部類なんですが、ちょっと手こずりすぎましたね。これでボス部屋のメダルがもらえたので、もう一度先ほどブックマークした場所へ行って、
このボスも、1個前のボスと同じで、出現の判定を3段ジャンプで飛び越えてスキップします。まあ、ブーストしたのはちょっと遠目で3段ジャンプを行っていたので、スキルの使用回数を稼ぎたかったからですね。まあ、結果的に手こずったんで、 手こずってる間に MP 回復したんで、ちょっと今のブースター無駄遣いでした。でこのステージはこのスライムが一番おいしいので、まあ、ある程度稼ぎながら進んでいきます。で道中経験値レートを枯らさないように多少こうやって殴りながら進んでいって、あ、混乱しちゃいましたね。混乱状態は、移動方向が入力と真反対側になるっていう状態以上なんですけど、まあ、なんかシンプルに厄介ですね。まあ、単純にかかってる間はいいんですけど、治る瞬間ちょっと戸惑いますよね。そうですね、あれ。今のは、壁加速で普通に行けます。3段ジャンプを使うまでもないです。さっき混乱食らったのはこの紫色のスライムなんですが、さっきからいるあの人型の方も混乱状態を与えてくるので、このステージはかなり被弾に注意しないといけないですね。で本当はこっちよりも先ほどの通路、上側に行った方が早いんですが、先にこっちに来ることでこの防具が取れるので、じゃあ安定を取って先にこっち側から来ます。ここはかなり混戦になって被弾が増えるんで、防具を先に取っておきたかったです。ここでまたあるんですけど、あ、今回は決まりましたね。そう、基本、まあ、2発ぐらいまでなら普通に進むよりも早いんで、まあいいでしょう。あんまり手こずってると本当もうなんかその本来のその正規ルートで行った方が断然速くなってしまうんで、あー、ミスですね。これを装備しないとこいつらは倒しても意味がないんで、あれ足りないか。でこのレベルで次のボスへ行きます。
でだいぶ序盤に戦ったエポナーと再戦です。まあ基本戦い方は同じなんで、まあ、今回もゴリ押し安定です。でこいつ後半になると、まあ、3体に分裂して、まあ、襲いかかってくるんですが、まあ、3体とも同じようにダメージ与えるんで、まあ、逆にダメージ与えやすくなるっていうよくわかんない利点がありますね。でバースト持ってると、まあ、簡単に倒せるんですけど、まあ、イージーは、まあ、いらないですよね。そう、攻撃が激化する分3体とも当たり判定あるんで、まあ、むしろダメージが与えやすくなったんですが、ん？ちょっとかなりなんか逃げられつつぎですね。ちょっとこんなに苦戦するボスじゃないんですが、ちょっと危なかったね。はい、なんか全体的にかなり逃げられすぎで全然噛み合ってなかったですね。かなりひどい。で敵の魔法グロッドを入手したんですが、それが使えるのは今まで来た道を戻ってちょっとしたところにあるんで一旦道を戻ります。ここですね。ここにロッドがあるとここでこのエリアに来ることができるようになるん でここは、まあ、セットアップして、あの、まあ、床抜け、まあ、壁抜けですね。どっちかというと。そうですね、あそこなぜかそのなんて言ってんだよ、その壁のその角にその綺麗な角度で入るとそのすり抜けるというか、でここは一旦武器強化します。ここでまたちょっと長ったらしいイベントが入るんですけど、このボスは、なんて言ったらいいの、あんま、まあ、ザバとヨーグルトオムレスなんですけど、ちょっとザバが浮いてるんで、
上に判定の強い混合でなるべくダメージを与えて、あでこれ逃げられちゃうんでこれロスですね。逃げられましたね、これは。あえて連続で打ち落とし続けてはめ続けられればいいんですが、危な、ちょっとなんか最後ぐだっちゃいましたけど、このちょっと今あんまちょっと解説できなかったですが、打ち落としてからその再び浮上するまでの時間は決まってて、ちょっと今それをちょっと数えててあんまり喋れなかったんですけど、そうで、その打ち再び浮上する瞬間に合わせてその混合のスキルを打ち込んで、で空中攻撃を入れてはめ続けるんですが、今ちょっと2ターン目で1回失敗してしまいましたね。なんかちょっとろくにイベントスキップしててなんかよくわからないですが、まあちょっと仲間が死んじゃって、でまあユニカは先に進むっていう感じなんですけど、ちょっとまあストーリー本当に見てないんで何も説明できないんですが、こいつらはプレイを吸い込んでくるんですが、あの地面に生えてる方はこいつらはこのプレイヤーを認識するかどうかがちょっとなんか運というか、認識するとこうやってプレイヤーを吸い込んできて移動を阻害してくるんですけど、まあ、たまに認識してこないんで、まあ、ちょっとお祈りゲーですね。ここは壁加速で登れます。この攻撃の瞬間にジャンプして回避できればいいんですが、でここも扉を抜けることができて、これセットアップですね。 PC 版ではあのマウスで入っていくんですけども、ありましたね。で、あの下付きした理由がちゃんとありまして、あのまあ誤入力させないためですね。あの下付き入れて硬直してる間にあの斜めをしっかり入れて壁抜けさせるっていうやり方になってます。こいつはこのシールドを張らせてこのジャンプをすることでこの回転切りを誘発してはめ続けるんですが、ちょっと今いいパターン入ってないですね。
まあもうあとはご了承でいいでしょう。今のやつはちょっとあえてはめ続けないと、なんかなんて言ったらいいんでしょう、その必殺技みたいなのを使ってきて、それをしてる間はかなり与えられるダメージが減ってしまうので、それを避けるために今みたいにはめ続けられるといいですね。で難易度イージーだと実はもらえる経験値が若干ノーマル以上よりも多くてでこの最後から2番目の今のボスってどのキャラクターでも撃破した時にもらえる経験値がとてつもなく多いんで、でそれをさらにこのゲームなんか適正レベルっていうのが各ボスに設定されてて、あというか全ての敵に設定されていて、それを下回るレベルでその敵を倒すとボーナスでもらえる経験値が増えるんですけど、で今のボスはもらえる経験値がかなり多くて、でさらに適正レベル下だったのでとてつもない経験値をもらっていて、今この状態だと今もうこれがラスボスなんですけど、このラスボスに設定されている適正レベルのプラス、どっちかな1か2上なので、もうこいつは本当に完全な消化試合みたいになっちゃうんですけど、本当にこいつはもう特に何も考えることなく殴り続ければ瞬殺できちゃう感じなんで。ちなみにタイマーストップってどの辺でしたっけ？こいつのゲージがゼロになったらです。まあちょっと直前に言います。こいつ3回ゲージがゼロになるので、3回目です。ちょっと直前に言います。こいつ普通に殴ると言いましたけど、このジャンプ切り下突きで、倒すんですが、ちょっとまずいですね。こいつは、画面外に行くんですけど、その場合攻撃が届かないので、これは運なんですが、これはよろしくないですね。第3形態ですが、このビットがそれぞれ体力を持つようになって、こいつらがこの真ん中のシールドの体力になってるんですが、まあ本当今言ったようにレベルが上なんで、もう特に避けるとか考えずにとにかくご利用してれば勝てます。こいつのゲージがゼロになったらタイマーストップです。ストップです。いや、お疲れ様でした。ちょっと申し訳ないです。かなりちょっとプレイも喋りもかなりグダグダで、本気で申し訳ない。3段ジャンプが特にひどすぎたんで、まあエンディングは特になんもないんで、も終わりでいいです。しょう、大丈夫です。終わりで以上です。お疲れ様でした。じゃあこれからの奏者さんも頑張ってください。失礼します。だいぶラグあるな、これ十何秒じゃない？全然大丈夫です。